はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。エルデンリング、復帰してからですね、まあ、レドビアと最後死産結果を使って、まあ、一応1周目が終わって、まあ、別に2周目というのは進んでいかないんですけれども、ちょっと今度はね、別のビルドでやっていきたいと思います。まあ脳筋かな、最後がマジできつかったんで、もう火力があった方がいいというわけで、まあスタンダードに放浪騎士でいきましょう。じゃあトレントゲットしましたので、このままケイリットの方へ向かっていきます。さて狩り場に来ましたので、ゲールトリデの北ですね、ここでちょっとルーン稼ぎを最初やります。やっぱりある程度ステータス上げないときついんだよね、何をやるにしても。で、まあ最初はね、最初っていうかレドビア編では安全な方法でガーしくじったルーン稼ぎを最初やりましたけど、慣れてきたからここでやろうかなって思ったら早速しくじったってひどくない？まず馬に乗って、あの崖の上に行って、落下地名であの緑の顔面を倒すっていう、それを繰り返す。まあそこそこの、青引っかかった、だいぶ荒ぶってんな、久々に来たから。ここで OK、 おっと爆発に何体か巻き込まれてくれるんで、まあちょっとね、少ないっちゃ少ないけど数をこなしていきます。じゃあ生命力は25まで上げたので、まあちょっと体力も増えたので、今度ファロス通りでのラダゴンを取りに行きたいと思います。ついでに割り符もね。でラダゴン回収、これでもデスルーラで大丈夫。じゃああとはエオニアの沼でいろいろと回収をしていきたいです。模色4でしょ、で模色の5、血の斬撃を回収して、で割り符も回収、クレイモアで、ちょっと今回剣継ぎの体験をまず使っていこうかなと思っているんですけども、あれ筋力40必要なんで、それまではとりあえずクレイモアで頑張っていきたいと思います。安心のクレイモア。じゃあちょっと剣継ぎの体験が欲しいので、モーン城ボスを倒していきます。ちなみにクレイモアもうめっちゃ鍛えました、プラ10ですね。あのレアルカリア結晶行動で胆石3もマックスにして、胆石4を1段階鍛えたのかな。でハグレオカミも使っていきます。いけ、ワンちゃんたち、ワンちゃんたち昼道高いんだよね、与える昼道、ほらマジいいわ。一応ワンちゃんもね2段階強化しちゃうから、ボッコボコにできるよマジで。超えてきたかお前も、だいぶ素早くなったな。めっちゃラッシュだ、終わりだ、シーシーの今週ありがとうワンちゃんたち。で剣継ぎの体験ですね、これがだいぶただ重いんだよね、筋力40でも物理カット80あるんで、まあ盾はもう正直取っちゃっていいから、まあ、とりあえず今は筋力40を目指していきましょう。まあ最低でも両手持ちできる値を目指していきます。それではマルギット戦、ロジェールも呼ぶし拘束もします。ロジェールはすぐ来てくれるのかな。はい、どうなんだこれ、ジャンピング攻撃した方がよかったかな、痛い、大してダメージ与えられなかったな。あ、マジでした、あ、いけんだっけまだ
あ、間違えた。何も変えてないわ。あ、倒れている。圧倒的火力が出てるわけじゃないな。あ、クレイモアだからな、言うて。どうなんす、ちょっと縦にしよう。ロンジェルしっといね、魔法使いのくせに。これやばい、ロンジェルが死んだらかなり危険だな。今がチャンス。ジェル君死んだ。あとちょっとめっちゃプレイしてんな。痛い。もう一回ダウンさせたいけど、でももうここまで来れば普通に切って押し切った方がいいか、いいかな。3、押せ押せ押せ、よし。ゴリ押しがすぎるよな。フラジューでもこんだけかかるのか、なかなか大変だね。これ普通にマルヒットやったらそりゃかなりきついよな。とりあえず剣継ぎの体験が両手持ちで持てるようになったんで、これを鍛えていきたいと思います。ルーン足りっかな。2でしょ、3でしょ、4でしょ、5までいけるけど、ルーンがねえ。全部使っちゃってるからな、もうすでに。手持ちのルーンは。じゃあちょっとね、金のスカラベのタリスマンが欲しくて、現在廃棄洞窟に来ております。ここをクリアしていきましょう。準備するものとしては、ダガー、猟犬のステップ。で、ここを降りていきます。まあ、なければね、食い捨てでもいいんですけど、まあ、猟犬ステップは、割と簡単にといえば簡単に手に入れられるんで。で、暗いんで、松明つけよう。さあ、ここから、あとは駆け抜けるのみ。おーい！まあまあまあ、別にしょうがない。これは、後で回復させよう。回復させる苔玉は、必要なので持ってきてます。あまり駆け抜けられてねえな。ちょっと一本飲もう。で、右ゴリゴリで、ここに出て、で、右、おお、追っかけてる。めっちゃしつこい。で、死ぬ前に苔玉食べて、で、回復して、ちょっと待って、めっちゃ溜まってってるぞ。大丈夫か。で、これを血のクレイモアに変えて盾装備して、で、 FP 回復させて中に入ります。で、ワンちゃん呼んで、で、ワンちゃんが結構ひるませてくれるんで、血の斬撃で出血を狙って倒す。痛い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 。おお、危ねえ。お、痛い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 。ちょっとガード重視で、ここからは例によって。で、あとまた出血、ワンちゃんがひるませてくれるんで、出血を狙いながらワンちゃんに頼る。ガードして、ひるませ精度高いよな。お、しかもダウン取ったし。出血があれば、出血とワンちゃんがいれば
まあ全然倒せますねこいつも。でこれで金のスカラベケットということで、ソウル稼ぎもはかどります。ライヤちゃん、火山館に連れてってもらいましょう。前回のレドビア編では火山館はアイアンメインデンに連れてってもらったんですけど、今回はライヤ経由で行きます。てか今はこっちの方がいいみたいだね。お願いします。じゃあ火山館で無色の炭石集めをしていきます。まあ、どうしてもね、無色の炭石って7がネックなんですよね、序盤に集めようとすると。まあ共に戦ってあげましょう、鍵を得るために、それだけで。ちょっとクレイモア外して重いからこれも外して、で剣継ぎの体験が今プラ5なんですよ。で両手持ちならなんとかなるんで、あどちら、あれここ両手持ちにできない、あできた、あできないな、ここはちょっと触れないところか剣を。で上に行って両手持ちにして、別に回収しなくてもいいんだけど、探石6回収してギザギザキーザに侵入されて、俺の一撃を見よ。ちょっとスタミナがない、ほらガッツさすがにちょっと防御力がないかな。来た来た来た、シャリ、あれまだ生きてる、終わりだ、ギャッやばいやばいやばい、ガッタ死ぬ。隙を見て全回復にして、めっちゃ飲みすぎた感はあるけど、やばいやばいやばい、これを間合いを取って最後の一撃叩き込む。ギーザのシャリで、このギーザのシャリって今装備できんのか、ラダゴン付きで、ラダゴン付きで装備できるね。で装備してこれ FP がある限りずっと攻撃できるらしい。これ使ってちょっと神肌を倒していきたいと思います。で、あと必要なのが、ファリスの製法書。場所は、リムグレイブの、ここね。ここにあります。で、これで、眠り壺が作れるようになるので、眠り壺を作っていきます。トリエーナの睡蓮は、まあ、歩いてる時に回収しつつっていったところかな。で、あと、ひび壺を買いましょう。あと、ちょっと、ルーンが、欲しいので、もう少しレベル上げたいというのがありますので、ファロストリデにいるあのドラゴンを倒しましょう。で出血用の探検を1個用意しました。血の派生にしてます、まあ、蓄積57なんでそこまで多いわけでもないんだけど、まあ、少なくもないんで、これで出血を狙ってやっていきます。あと金のスカラベ装備して、であと黄金付けをセットしてます、まあ、倒す直前になったら黄金付け使ってルーンを得ていこうという感じですね。でヒットポイント自体がめちゃくちゃ高いんで、まあ、時間はかかるけど手数勝負で出血をさせていきましょう。どんくらい出血する？ワンターンじゃ出血しないかな。あギリギリしてるね。1万3000くらいか、まあ、あとはちょっとひたすら切っていきます。そろそろ黄金漬け食っときましょう。まあ大丈夫でしょう。次の出血で多分死ぬとは思うんで。倒したー、さらばドラゴンよ安らかに眠れ。78000、さあまたレベルを上げましょう。
では火山館神肌の機種線ですね。ギーザの車輪は一応プラ5にしました。で、無色の探査機5を使っているんですけれども、もうすでに剣継ぎの方もプラ5にはなってるんで、まあ1つ余ってるんでギーザにぶっ込みました。6はさすがに余ってないんで突っ込んでません。で、眠り壺を用意して霧の中に入ります。眠らせるタイミングがいまいちわからんのだけど、隙のある攻撃をした時がいいのかな。これはあんまり隙がない。これどう、寝ろ。寝たな。寝たマークが出たからね。で、寝たらあとはギザギザをやって、どれだけ減る、半分くらい減ってもらうといいんだけど、まあまあまあちょっとご了承しすぎたな。もう一回で寝てくれ。寝たな。あれ寝てない。ちょっと待って、でも寝てるはず。寝てる寝てる寝てる。あ、また帯飲んじったよ。で、これ回復させて、これさ、叩きつけでも、あ、ちょっと当たんな、少しでも。頼む、もう一回、もう一回、あと一回、あと一回、あと一回。やばいやばいやばい。ちょ、まずは回復させる。で、ちょ、引っかかってんな。逃げろ。まずちょっと安心安全なちょっとここまで行かないと怖い。これね、結構長いんだよ射程が。もう一回寝んのかな。これ投げてみよう。もう一回寝てくれ。死んだ。まあでもここまで減らせられれば勝機はある。眠り壺が有限っていうのが怖いけど、じゃあちょっと戦略は、眠りは2回で、2回眠らせた後は武器を剣継ぎに変えて実力勝負、これでいきましょう。何の戦略でも何でもないけどね。最初眠らせるときに、あ、これ結構さ隙があるよね。あれ投げ始めたら俺も火炎投げよう。これやばい、隙がつけない。あ、これ投げ投げ同士。あれ投げた、投げてね、俺の方が遅かった。寝てくれ。寝た。一回回復しよう、しっかりと。で、ザクッと入れて、もうこれは入れ続けて大丈夫。あ、しまった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 。この時もう投げとかなきゃいけねえんだ。寝てくれ。これやった後寝るっしょ。そう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 。で、青瓶を1個やって、で、またザク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 っと。で、これをどこまでこうやるかだよね。で、変えたいんだよ、変えたいの、変えたいんですよ、武器を。呼べないってことは、雫飲んで一旦柱をやって、ワンちゃんを、ちょ、待って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 、ワンちゃんを犠牲にして、すげえ変な。で、今のうちに剣継ぎに変えて、この辺のね、もう作業がね全然追いつかないからな。よし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 。でもワンちゃんは鍵を取ってもらうだけだから。死んだ。77とか全然減らんな。てか両手になってねえからな。痛い、やばいやばい。いや死んだ。ちょっとトリーナの睡蓮回収してこないと眠り壺が作れん。っていうかさ、先にもうさ、ゴドリック倒してさ、強くなってから神肌に挑んだ方が良くないか。全然この状態でもゴドリックは倒せるでしょ。で、チリンチリンって呼んで、もうバフだらけ、バフじゃねえや、デコイだらけ。ネフェリルーちゃん頑張ってくれ。それを一回ちょっと離れて、で、ドーン、当たってないな。ドーン、死んだ。はぐれ狼がやって死んだ。逃げて、スタミナは回復させよう。ネフェリルーもだいぶやべえな。はぐれ狼が大した役に立ってない。だったら
ラティナの方が良さそうな気がするけど。あれ、もうちょいで半分いくんじゃない？よし。ただネフィリルは死にそう。あいつを回復させる術はないからな。あっち、これ中に入り込んだ方がいいのか。これがわからん。まあ、一応ちゃんとガードして隙を見つけて。あれ、あいつ掴まれた、掴まれてますね。あーでもまあまあまだそこそこのパワーはあったの。これだけ離れなきゃいけないのか、ちょっとわかんない、タイミングがわからん。めっちゃ食らうし。おお、なんだ、前回全然動き見てないで倒したからな。ちょっと余裕を持ってまだ回復させよう。あれ、これは当たるのか。多少ご了承。痛い。まだネフェリル生きてる。死んだ、死んだな。しかしこのヒットポイントならば、これどうすればいいのか分かんない。ジャンプとか、お、なんかジャンプで壊した。結局よくわかんねえ。ドンドンと、オッケー、さよなら。さあ、それではバレエイベントを進めていきたいんだけど、オフラインなんで侵入はできないんですよ。で、ただ侵入はできなくてもアルター高原のどっかにいる NPC 倒せば今イベントが進むみたいですね。ちょっとそこまで行ってみましょう。さあ、ここに赤サインがありますので、これを調べて獣の爪マグナス侵入しましょう。あれ、あいつか、もう走ってきてんな。ちょ、俺動けない。まだどうなの。お、ローリング、なんか持ち出したぞ。なんだ、鬼頭使い、あ、いた。そうか、獣だから獣の司祭と似たような多分鬼頭か何かを使うんだけど、侵入してるからあれが少ない。いってちょっと慎重に行かないとな。強靭削りを、これがタイミングが測れないな。ジャンプ、待って、ゴリ寄せない。これはどうだ、一応よろめきはなるね。最後使ってしまった。聖杯瓶って使えるのか、そもそも。相手も重厚な武器だな。絶対でも1本飲んでくるっしょ。五の線がいいかな。そうだな、ドンってやった後にドンってやるのが良さそうだけど、あれ自体はあんまり範囲が広くない。ドン、よし、2発目を潰せんな。ドンドンって来てくれればいいんだけど、ドンのドンで、そろそろ飲んできそうだけど、ドンのドン、よし、ギリ倒した。なんかくれんのか、こいつ自体は。ルーンの子、まあルーンの子は使うからね。グレートスターズ、あ、無色の6もくれんじゃんこいつ。なるほど、良き戦いだった。倒してきたぞ。気に入っていただけたようですね。尊い血がお似合い。モーグ様と共に新しい王朝を築く騎士となりましょう。血の君主の政府っていうのかな。巫女の血で染めてきてください。巫女を殺し2本指の導きと決別を示す儀式、誰の巫女の血でも構わん。
ということで染めに行きますか。じゃあではやってまいりました。これなんだろう、4章炉っていうものかな、のところに宝箱があって魔石剣の鍵を手に入れて、で一番近いところだっけ、使うところ、ここか。永遠の夜空、なんか違うっぽいな、これ間違えたら終わるからな、ちゃんと確認してやろう。ここは王を待つ段階、ここだ。使ってでワープできるようになりました。で最初の王を待つ礼拝堂ですねに来ましたと。でこいつどうする、倒す、どうなんだろうな、全然倒せそうな火力は持ってるけど、ゴリ押して全然いけるな。痛い、ちょっとなめくし、さすがに回復化しよう。あ切れてる、あまだ切れてないよね、あと1発、いやあと2発必要だな。ドン、あ一発で倒した。あ別にこれが欲しいわけではなかったんだけど、先へ進みましょう。でスタートのところにいた巫女さんですね、これで血を染められるので血の君主のセーフゲットと。まあ生きてる巫女さん殺してもいいんだけど、ここが多分一番やりやすいんで。じゃあ染めてきたので正式な一員となりました。指を出しましょう。これ何されてんの？何かを刻み込まれたのかな？血の指。血の指になったってこと？そしてこれって必要なんだっけ、モーグウィンの勲章、特別な計らい、使うことは許されません、来たるべきモーグウィン王朝の会壁っていうのかな。じゃあこれを使って越見の地に移動しましょう。でモーグウィン王朝でやってきました。王朝に至る街路、いつものとこで、あいつに当てて激圧が散ったよ。届くか、こっから。あ届いた。でカラス落としてルーンを得てレベルを上げていきます。さあ再び火山館に戻ってきました。でレベルはもう102まで上げて、生命力40というかラダゴンついてるから35かな、で筋力60まで上げて、で知力は16まで上げてます。で知力は一応遺跡の体験も、まあ、素のステータスで使いたいなということで、まあ、それを見据えて16まで上げてます。でこれで挑んでいくんですけど、ネモリツボはあと2つ、今回しくじったらガチ戦闘になる。まあトリーナの試練別に取りに行ってはないんで、探せばあるとは思うんですけど、で念には念を入れてルーンの子使おう。よし、でそこからよ眠らせて復讐の誓いをやってギーザを使うと、その流れでいきましょう。さあ神肌、これが最後の勝負だ。この距離を保ってこれ投げてきた瞬間いった、
寝ろ寝ろ寝ろマーサー寝ろ本当に。で復讐の誓いをやったらもういらないんでこれ捨てて、でこれに切り替えて両手持ちにして、でどんだけいける、いっちゃっ、結構いったな。でも真相だ、これで再び終わった。近づきすぎたわ、眠りつぼもなくなった。マジでトリーナの水蓮取りに行かないと。さあ気を取り直して行きましょう。さっきの死んだ跡があるだ、これやってきてこの距離を保ってボンって爆発したらあれかやればいいのか、ってか結構近づいてきてんだけど、これやってきてボンって爆発したら投げる、で一括食らうのはしょうがない、で眠らせて復讐の誓いをして、でやっぱ外した方がいいよな、戦闘になるから、でドンで離れるんだな、その後ジャンプして離れる、でそれで投げる、でこれはもうちょっと一回しょうがない、柱をで寝て回復して、青瓶も使って回復して、でこれでドンよ、このままゴリオス最後まで、もうゴリオス、これはもう一回出血しろ、無理か、無理だったけどギーザで行くしかないんで、いや無理だ、来てる、ちょっと一回回収しよう。でさて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 、ちょ待って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 、逃げて、犬、あ犬無理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 、来た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 、犬2、3発で死ぬなこれ。で犬に向かってる時に行け、よっしゃ倒した。いやー腹ゲー辛かった、ここまで上げてこれか。じゃあ先へ進んで7を取りに行きますか。こいつをかいくぐれば取れる、よし7ゲット、いて、火力が高いから入れんだけど、2発で粉砕した。じゃあ8、そしてどれだこれ、アルテリア9ゲットということです。で6789まであるんで鍛えられるんですけれども、ちょっと剣継ぎを9にしようか今迷ってて、まあ遺跡の体験もちょっと使ってみたいんで、そっちをね9にしようかなとも思い始めてるんですよ。なのでまずちょっと遺跡の体験をゲットして、で6までは2つにできると思うから、5をどっかに 手に入れられれば、5はまあそこそこのところで起こってると思うんで、5を手に入れて6までして比べてみよう、どっちにするか、まあ、そんなわけでじゃあ明石市場に向かいましょう。ラダーン祭りが始まっているのでまずはラダーンを足しましょう。ここでやり過ごして召喚して、でこれもうここで一回ちょっと待って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 、よっとじゃねえよ、いってここで、わーいツボあいつのせいでなくなってしまったガード部分が、でここも召喚していっ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 てしておいて、パッチとかはマジいらないからこれで全員かな、あとはまあみんなに頑張ってもらおう。あれまだ残ってる、あ残ってないか、大丈夫か、いつものラダン使わないけど、これ俺も加勢するべきかな、やっぱりこうちょっとなくってあげるみたいな。
待って、どんだけ当たった、え、当たってる、あ、当たってるわ、俺の攻撃やっぱ強いな、ジャンピング攻撃は600か、痛い、はい、やばい、みんな死んできたから、これさ、探すのが大変なんだよね。あ、サロミナ召喚してなかったか。終わりだ、最後だけかっさらう。大ルーンゲット。では明石市場再びということで、広場のボスを倒していきましょう。一応復讐の誓いを打っておいて、ワンちゃん、まあ、呼ぶだけ呼ぶか。あれ、呼べる？あ、ギリ呼べんな。で、こいつを早急に倒したい。待って、待って。ゴリ押す。ゴリ押してでも、行きたいけど。いいね。これ無理だ。地名を入れたかったけど、まあまあまあ、いいでしょう。さあ、こいつは、タゲを取った間に1発入れるで、2発入れるで、3発入れる倒れての、おおよい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 、まあまあまあ、しょうがない。半分くらいになってくると、あ、なんだ、なんか殴りを食らったと思った強化してくるかな。そろそろ半分か、半分だね。さあ、これは来たらローリングで一発、もう一回なダウンさせたいんだよな、ダウンっていうか体幹を削りたい。で、地名を入れて、あー、まあまあまあか、しっかり隠しとこう。ちょっと間合いを取っての、もうちょっと、もう一回ダウンは無理だからな。ジャンピング攻撃終わり。まだまだワンチャン使えるな、大して鍛えてないけど。これで遺跡の体験が手に入ってどうしましょうかっていう感じなんだよな。剣継ぎプラゴで筋力 B、 こっち筋力 C なんだ、なるほど。ちょっと模食後取ってプラゴまで並べてみよう、一緒に。それでどっちを鍛えるか考えます。で、剣継ぎの体験をプラ6にすると302の277で570くらいで、遺跡の体験プラ5にすると213の284、ちょっともう魔力は度外視して、ただ筋力補正が5からプラ5から A になるんだよね。それはかなりでかいよな。プラ6にしても筋力補正 C だしな。ってことは遺跡の体験を鍛えていった方がなんか良さそうな感じはするね。ちょっと模食後やっぱり探し出そう、どっかから。それでは模食の後を手に入れてきたので、まず5にするでしょ。で、6789 10にすると S になるんだ、筋力。それすげえな。303プラス430とかめちゃくちゃ強えな。今285プラス387か。もうあれだな、これが500てか、もう700いってるし、一応魔力100ついてるからね。それ考えれば800か。まあ魔力はもうちょっとないものとして考えるけれども、あ、違う違う、10になって100になるのか。だから今左の方だ、ちょっと右を強化後を見てたわ。いや、10にしたいな。さっさと巨人たちの山霊に行ってアナスタシアをぶっ殺して無色の銃に改造できるようにしたいけど、まあとりあえずはこんなもんでいいでしょう。じゃあちょっとね、重いんで装備重量が上がるタリスマンが欲しいです。というわけで大坪の戦士のところに来てます。まあ一体ずつ始末していきましょう。あれ、一体ずつだよね。どこに出てくんの、しかも。あ、ここに普通に出てくんな。魔法、あ、危険使ってくんのか。いて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 。
理やり押し通す。試験か。なかなかやるではないか。縦切り、これかわそう。あれ張り直したな。いっていってもうそんなに効いてるわけじゃない。どっちかというと月をやられる方が痛いな。さあちょっとこれはくらえひどい風だった。無理やり押し込む。魔法使われるの結構厄介だな。展開されるのが。しかし強靭で押し込めなかった。ゴリ押ししすぎたわ。さすがに一人、また一人。え、これ3人いっぺんに倒さなきゃいけないの？もしかしてだる。最後だ。3人倒した。ようやく。ではこの壺に話しかけて、大壺の武具塊入手したんで、まあ、全然ガードカウンター使ってなかったから変えよう。で、重量めちゃくちゃ上がるな。 88.3 から105まで上がるわ。で、重量を上げて、これ重量上げたらさ、二刀流もいけんじゃない？体験、特大剣二刀流。中量だな。中ロリができる。おお、ごつい。という感じで、まあちょっとある程度の下準備が揃いましたので、次回はオートローデイルから攻略していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。